おー怖え。このままだと日が沈むまでに雲の平につけるかどうかが微妙ですね。ちょっとかなりヤバくなってきました。皆さんこんにちは。今日は、夢にまで見た雲の平に来てます。日本最後の秘境って言われてるみたいなんで、その秘境はどういうものかちょっとどうしても確かめたくて、今今日は10月の1日、10月の中旬にはもう雪が積もり始めるらしいんで、あの夏山秋山登山、雪が降る前としては、今日が最後かなと、今週来週ぐらいが最後ですかね。だからちょっとギリギリなんですけど、ちょっとどうしても見たくて来ました。今日は一日で降り立ての登山口から雲の平まで行こうと思ってます。標準で10時間だそうなので、ちょっとね、朝7時にスタートするとこは8時になっちゃったんで、ちょっと遅いスタートになっちゃいましたけど、すいません。休憩しよう。寒くなってきたんで、ちょっと上着を着てみました。また暑くなったら脱ぎます。ちょっと休憩してまた出発です。霧がすげえ。寒くなってきた。晴れてたらすごいいいとこなんでしょうね。あいにく今日曇ってますけど、この曇りがね、また雲がなくなって晴れるといいんですけど。今日降り立てを出発して、降り立ての登山口を出発して、で今日一日で雲の平に行くのって
まあ、標準で時間が10時間かかるらしいんですけど、まあハードですよね。もうちょっと時間負けるかなと思ったんですけど、今んとこあんまり負けてなくて、まあ、ほんのちょっと負けてる、あの時間負けてるっていうか、その短縮できてるんですけど、ちょっとこのままだと日が沈むまでに蜘蛛の平につけるかどうかが微妙ですね。ちょっとかなりやばくなってきました。まあちょっと頑張ります。できるできないちょっと早めに判断つけて、もし帰るんだったらさっと帰りますんで、引き上げますんで。やっと終わった。薬師沢小屋から、あの、400メートルの急登を一気に標高を上げるのがめちゃくちゃきつかったです。今は、もう、なだらかな道になってます。めちゃくちゃきついあそこ。なかなか蜘蛛の平すごいとこですね。今テント場に向かってます。テント場に到着。長かった。
吉彩子の登山日記を最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。熊野平最高でした。また来たいと思います。ただちょっと遠いですね。まあ遠いからこそ、まあ日本最後の秘境なんて言われてるのかもしれないですけど、でもなんちゅうか歩いてて気持ちいいですね。山に囲まれてて、で、前後左右、ずっと山に囲まれてて、で、夕方は水晶岳が綺麗に赤く染まって見えて、いや、本当に最高でした。で、今帰り、考えながら歩いてたんですけど、テント場が、山荘から歩いて30分くらいかかるんですけど、あれなんであんな遠いのかなと思ってたんですけど、まあもちろんそのテント場用意するための広い土地が少しかなかったっていうのもあるんでしょうけど、テント泊まる人に、30分、なんつかこう絶景を堪能させるために、もっといい思い出作りのためにあるんじゃないかなって、そんな風にして、山荘の人たちが、あそこにテント場を作ったんじゃないかななんて、ちょっとそんな風に思ってました。いや、熊平最高でしたね。本当は水晶岳とか薬師岳とか行きたいんですけど、まあ、またそれはまたの機会に。じゃあ、どうもありがとうございました。